ハローワールド漫画先輩、いやーカンカンカン、一昨日ぐらいに甲斐さん噛みしたよ。よし、前回はジョシュアからのイラストを色を塗るぞって言ってたけど、ちょっとそれはまた今度ネクストタイム。今回は今までの続き、前回まで何やってたかというと、情報を入れていかなくてはいけないよねみたいな、ウェア、ウェン、ウェアとウェンと、あと関係性ですよね。二人キャラクターがいるんだったら、こういうね、俯瞰はいろいろ目にインフォが伝わるよ、リレーションが伝わるよとか、であとはでも特殊なパターンとしてはエモーショナルフィーリングがね漂ってくることもあり得るよねみたいなこと言ってた。でまあでも基本はインフォなんですよと。でそんな中で初めのファーストページでは他にもう一個ある、それはフーメインキャラクターやったぜっていうのを出すために、割とデカめのビッグキャラクターでーんって出していく。これがこのページのこの次に続いていくシーンのワンシーンのメインキャラクターであるというインフォ is very important で入れていく。そんな中でこいつね、じゃあね、登場した時に Who are you? どんなやつなの、どんな、だから Who じゃねえのかな、どんな、 What kind of character? そう、 What kind of character? 正解。どんなタイプの、どんな種類のキャラクターなのっていうねのを読者はインフォメーションとして知りたいわけですよ。 I need information. What kind of character? ですよ。おー、滑らか、ね、で、それを言うときに、まあある程度見た目はわかるよね。見た目、シェイプはね、シェイプ、ボリュームはこれ見てでわかるよけど、じゃあどんなやつなのっていうのは性格とかにいろいろあるときに、やっぱりある程度動き、ムービングやセリフ、ボイスによって補足する必要がある。で、こういうときにどういう風なボイスを発生すればいいのかと、スピーキングキャラクター、で、このスピーキング、ファーストスピーキングっていうのがこのこれを示していく。そんなときに今質問をいただいていた、どんな質問してた、急だな。ミスリモート、リーズ、クエスチョン、リーノリノリだな、今回は。How do you write an interesting dialogue which can catch the reader's eye until the end of your manga preview or as a whole series? どうやって読書を最後まで引きつけるかよ、からいいのか。IC ですか。何調子に乗ってきてんのみたいな。ね、どうすれば魅力的な会話になるかで、これからまた会話の話をしましょうね。会話、スピーキング。アントスピーキングっていうのは、まあ、ネクストタイムにやってるけど、まずじゃあこいつ何喋らせんのっていう、ここで魅力的なワード、魅力的、アトラクション、アトラクティブ、アトラクティブ、やった、アトラクティブワードをプリーズしたいじゃないですかね。そう、その時にね、確かにここまずどんなこと言うのかっていうところですよ。で、それはこいつなら言いそうなワードを言ってあげることによって、これもこれも一緒に伝わる、そんなようなセリフをまず一言目で言ってあげたりするといいよね。で、ここら辺はですね、もうまさにキャラクターメイキングになるので、ジャパンでやっている我々がやっているネームレッスンにおいてもとっても大事なファクトなので、今これバーン言っちゃうと、ちょっと待ってみたいな、それ英語版今作ってるからみたいなね、インターナショナルバージョン、フリーズしたいのでちょっと待ってて。でも、そんな中でも、まあ、まあ、バーン言っちゃうとね、結局これですよ。でーん、プリンシパル。どう？ちょっと待って、理由違う。PLE。これだろうと。プリンシパル。うん。先輩は全然分かってない。皆さんのニュアンスでこれがどういう意味なのか。でも多分、ジャパンで言うこのプリンシパルが大事。つまり、スピリッツだよ。彼が、インポータントのスピリッツ。ね、をきっと彼はホールディングしてるね。He is hold principal and spirits or この芯、彼の最も心の内にあるボリュームを表現していくのだ、書いていく、乗せていくのだ、ずっとそういうものが出てくるね。例えば漫画先輩だったら、みんなに伝えたい、伝えるっていうことがベリープリンシパル、じゃあ伝えるフィールドデリバリーをベリープリンシパルなに What word? わかる、それをそのまま例えば僕の今のクソ英語をここに書けば、こいつはなんかすげえ伝えたいやつなんだな、ここがこういうやつなんだなってのは伝わるじゃないか。
サンプルいいな。クソわけわかんないと。英単語を並べることによって気持ちはわかったと。お前のことはよくわかった。ってなるとここがサクセス&オーケー。まあ一言目にはそういうことを考えてあげる。当然、漫画、いろんな漫画あるから、ふんわりね、もう会話に入っちゃったっていいよ。スピーキング、スピーキングしたって問題はない。もうプロブレムなんだけど、バッと、商業、セールス。コマーシャル。コマーシャルにおいては、やっぱりキャラクターが立ってる。ジャパニーズワードで、キャラクター、イズ、立ってる。ってよく言う。これは、ふん。何言うんでしたキャラクター立ってる。これはね、どういう意味かというと、スタンディング、しっかり地面に立っているのだと、ここね、よく言うんですよ。それができるためには、やっぱりこういうやつの話なんだな。This Person's Story の漫画っていうのが、商業漫画ではとても大事。もう商業漫画でとっても大事を諦めた。リモートがいい迷惑をしてくれるだろう。そのためには、プリンシパルなんだぜ。以上、ラスト。That's it for today. Today. 次もまして、イングリッシュベリー。なんで笑ってんだろう。じゃあそんな感じで、また待ってるよ。画面に下にいいねボタンがあるので、プリーズプッシュ。スマートフォンの場合はレッドボタン、プリーズプッシュ。あとはね、ペイトリオン、頼む、待ってる。そうすると、メニーマンカ先輩、イズ、ヒア。お知らせ。じゃあまたね。バイバーイ。